ミスタービッグっていう名前と、そしてこの絵ですよね。が一体、はい、まあ4期の延期になりましたけど、はいはいはい、やっぱあっちの波があったのって、そのなんていうか反作用っていうのを、まあ、ビシバシしごかれたっていう。おいおいおい。で、受験までは厳しく和訳とか会社が添削してくれるんですけど、はいはい、ほうだよ、始まりました、もちゃチャンネルです。今回はですね、スペシャルゲストとしてですね、ミスタービッグことですね、北村和馬先生にお越しいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ今これ、大ヒット。おかげさまで。大ヒット作ですね、この英文解体新書っていうですね、書いて、まあネット上、はい、差は見てますので、うん、一体何者なんだと。いや、だから、言ってるんだけど。まあ結構来たので、はい、共演してください、みたいなのが来てたので。はいはいはい、オファーさせていただきまして、はい、ありがとうございます、はい、同じゼミ、ね、ということで、あのヨゼミの小倉博先生とか、うん、スタディサプリの関先生とか、そして同じゼミになりますので、うん、今見てて、こんな若いの？いや、まあ、めちゃくちゃびっくり。もうすぐ40ですからね。いや、めちゃくちゃびっくりしてる人も多いと思います。多分60ぐらいを多分あ、まあまあまあ、まあ、そうイメージされてると、確かに、あ、まあもうちょっと若かったなっていう、すごいなんか、はい、堅物感を持っているのがすごい多いと思うんですけど、いや、そんなことないですよ。すごい気さくな方ですので、ね、いっぱいボケる。今日はあんまりボケられない。いっぱいジョーク言う人ですので、はい、まずあのこのですね、やっぱこのミスタービッグっていう名前と、そしてこの絵ですよね、が一体、はい、誰なんだ。だから坊主だと思ってる人も相当多くて、やっぱり、うん、まあ短い髪を表現してるっていう意味では必ずしも坊主っていうわけじゃないんですけれどもね、うん、これはどういう絵なんですか？この絵はもともとそのツイッターのアイコンで使ってた絵で、はい、そのままもう結構フォロワーも増えてきて、はい、あのまあこちらと知名度もあるからこの絵を使いましょうということで、はい、あの出版するときにあの担当者の方が使うっていうふうに決定したものなんですけど、本屋でもね、こうおすすめのエリアとかって、そうですね、あの、はい、帯とか、あの帯っていうか、なんか宣伝のパンフみたいなのありますよね。で、えー、ってなりますよね。まあ、あのゼミ生が書いてくれたもんなんで、まあ、あのそれをそのまま使ってます。はい、そしてミスタービッグっていうですね、このミスタービッグっていう名前も多分もう、はい、なんでってみんな思ってると思うんですけど、うんうんうん、まあ、きっかけにしたのはあの昔あったあの格闘ゲームの、はいはい、SNK っていう会社の龍虎の剣いう格闘ゲームがあったんで、まあ、画廊伝説と、まあ、双璧をなすような感じだったんで、でも多くの人は多分、まあ、SNK でも KOF とかしか知らないと思うんですけど、まあ、その、そうそうですね、龍虎の剣の中の、まあ、ボスキャラで、ちょっといかつい、割と好きだったので、まあ、そこを使わせてもらったっていう感じですね。そうですね、はい、スキンヘッドのね、サングラス買って、そうですね、はい、まあ、いかにもっていう感じの人ですね。一時期ツイッターのアイコンもそれでしたよね。あ、そうですね、はい、で、うん、まあ、だからでもあのアイコンにした時に、はい、僕本人を知ってる人からなんとなく分かりますねそれはちょっと困るんですけどっていうそうですね、だってすごいめちゃくちゃ鍛えてましたもんね。いや、まあ今も全然ダメですけどね、アームレスリング、まあ、それは今でもあんまり学生に負けない、はい、あのまあ、今は50年くらいでゼミ生に負けたの多分1回ぐらいしかない、はい、そうなん英語はどうだったんですか？昔から得意だったんですか？いわゆる帰国子女とか、はいはい、その向こうに留学して何年も過ごしたとかいう経験はないので、はい、特殊な環境でってことはないんですけれども、うん、実家が大学受験塾をやって、はいはいはい、そこでまあ英語を力入れて教えてるっていうこともあって、うん、まあ、そこで結構まあビシバシしごかれたっていうところで、ほいほいほい、まあ、受験を終えた頃にはそこそこその、まあ、特に読み書きに関しては、うん、あの自信を持って英語に取り組めるようにはなってたかなっていう。もうあれですね、習ったのやはり構文どっか行っかち、まあまあ、というよりも構文とかはまあ後半で、むしろ最初も文法から、はあ、一からやっていって、はあはあ、でそれがまあ徐々にそう使っていく中でさらに体得していくみたいな感じでしたけど、がっつりやってって、はい、まあそうですね、とんでもない読解力を。いやいやいや、そんな大したことない。まあ好きだっていう感じです。そうですね。いや、もう、まあ、見れば分かると思いますから、打ちのめされると思う。いやいやいや、皆さんはですね。まあまあ、はい、簡単な本ではないので、はい、よくこれだけ、まあ、皆さん読んでくださったなっていう。そうですね。はい。まあ、それはありがたいと。あの、星3つの3つって何って思うと思いますよ。なんでこれで3つなの？これで3つなの？多分みんな。どういう基準なんだろう。そうそうそう、ちょっと主観が入ってるところもあるかなとは思いますね。確かに、まあ人によってやっぱ何度って分かれるので。で、K
慶応入って、うん、そこでもどうですか英語の勉強は。まあ、もうその頃はこう好きになってたので、はいはい、参考書はもうほとんど有名なやつはやっちゃって、はい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 、でこう結構自分がそういうの好きになると、うんうん、ちょっとその力試しじゃないですか、はいはいはい、こういうのも読めるんだみたいな、うんうん、挑戦していきたいみたいな感じの気持ちっていうのは、まあそういうの持ってらっしゃる方他にもいらっしゃると思うんですけど、あって、それでただもう問題集とかやっちゃったから、はいはいはい、だったらもう洋書読もうかなみたいな感じに、もう大学2年生3年生ぐらいからなってきて、ほうほうほう、徐々にそういうなんていうか普通の受験レベルより上のことも自分でまあ勉強していったみたいなところはあるかもしれない。ゼミ生たちと、はいはいはい、京大オープンを受けるみたいな。あ、それはね京大オープンは正直オープンも実践も正直受験生以降は受けてないですね、一回。そうね、はい、ただまあ受けてた知り合いもいますけれども、はい、力試しなんか力試1位取ってもらってダメだったんで受けさせて、いやいやいや、でも僕が受けろって言ったわけじゃなくて、そうなんですか、まあ、違う、それはだから単に受けたがって受けたっていう方もいましたけど、はい、1位取った方もいたという、はいはい、そういう すごいゼミだというですね、うん、そう楽しかったですもう勉強会開いていろいろ難しい文章を読んだりとか、はいはいはい、まあ、そうですね、主に JS 見るです。やっぱりそうですね、はい、まあ、JS 見るの映画がいっぱい入ってますから、ね、まあ、だからここに実はこのサイフォーからピンカーピケティまでっていう、はい、ここに、まあ、残念ながら見るは入ってないんですけど、そうですね、まあ、P で合わせたから、ね、P で合わせるって言ったアリタレーションで、そうそうそう、遠いんで合わせたので合わせて、あれあれって思って、だからまあ見るがいないなっていう、割には多いな中に、そうそうそう、中にはめっちゃ出てくるなと思って、そう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 、オンリバティとか読んでたりして、はいはいはい、そうですね、とか、まあ、あと女性解放論とか、はい、あとまあ自伝ですね、はい、まあ、最近でも2016年とかでも卒業生と一緒にやったりはして、うん、そうなんですね、はいはい、すごい、そういった読書会、まあ、読書会みたいなことやってましたね、はい、どうでした、それこう楽しかったですか、やっぱ知らない単語が出てきたりとか、まあ、難解なものを読み解くっていうのは、うん、そうですね、そういう授業ってどんどん多分大学でもちょっと減ってるっていうか、そうですね、はい、うん、あんまり推奨されない傾向になってるじゃないですか、うん、今、そうですね、はい、だからそういう授業ってないんですけど、結構受験までは厳しく和訳とか解釈とか添削してくれるんですけど、はいはい、受験終わった後に結構大学の授業も割とこう要約とかで終わっちゃって、はいはい、細かくこうどこが君は分かってないから、うん、ここを誤解してこういう、なんていうか読み方になっちゃったんだみたいなことを指導してくれる場、多分一番やってくれるのって高校までの受験まで その予備校とかだと思うんですね、うん、でそれだと多分大学入っても、うん、そこ以降こうなんていうか正確に読むっていう力をさらにそこから高めると難しくなっちゃうので、うん、まあ、そういう授業が少ないっていうのはちょっとどうなのかなというふうには自分ではずっと思ってたとこはありますね。なるほど、はい、まあ、4期の延期になりましたけど、はいはいはい、やっぱあっちの波があったのに対してそのなんていうか反作用っていうのも大きかった、まあ、タイミングで、まあ、タイミングはなんかあったかもしれないですけど ね、だからそこの波にこ うまくタイミングが、まあ、それもあるかもしれないすごい良かったんじゃないかな、はい、僕名前はどうして英文解体してやっぱ杉田玄白ですけど、ですね、はい、これはですね担当者との方 と、はい、一緒に相談しながら決めたんですけど、まあ、この案が、まあ、出てきた時に僕が言った、はい、これを言うって結構、はい、そうなんかねちょっと偉そうすぎる、だからまあやっぱりこれでやっぱあおじいさんかなんかそうだし、これを自分で俺の本は解体しちゃうみたいなんてちょっと傲慢なんじゃないかっていう感じがあるんですけど、まあ、そういう案が出てきて、まあ、相談の中 で、はいはい、でただまあこれでいけるんだったらやっぱりインパクトはもう圧倒的、うんうん、まあ、この名前知らない人はいないので、はいはい、というところがあって、でいろんな人に意見聞いていったらやっぱりこれが一番気になるっていうふうに、その受験の時の友達とか、うん、まあ、家族とか聞いていったらそうなったので、うん、他あったんですか、ボツになったタイトルなんとかの英文読解とか、はい、そういうのもありましたけど、まあ、やっぱりこれが一番インパクトあったかなっていう、うん、そうですね、インパクトはでかいですよ、うん、これはもうボンときたら、まあ、むしろその名前負けしないように頑張らないとみたいな感じで、あ、なるほどなるほど受験生とかに勧めるものといったら参考書、そうですね、ここに置いてありますけど、英文法の本だと必ずしもこれだけでいいっていうわけじゃないんですけど、はいはいはい、まあ、この本のやっぱいいとこって、文法書ってその羅列になりがちというか、百科事典的になりがちなんですけど、はいはい、
これはなんかその説明を読んでいくとなるほどねっていう風なところが、うん、まあ、この当時のものとしてはかなりちゃんと書いてあるし、はいはい、訳した時に、うん、まあ、必ずしも訳すのと読むってまた違うとは思うんですけど、はいはいはい、訳した時にこう訳した方がいいみたいな手引きみたいなのも入ってるので、うん、そういう意味ではなんていうか自分が受験生の時とかになんかこうこれを読んで、あるいは何か困った時にこれを確認してっていうことで楽しめた記憶はありますね。まあ、未だにこれがでもずっと売れ続けてるっていうのはすごいことだとは思いますね。うん、そうですかね。研究的にはどうやって大学、はい、大学院と 何を中心に、大学の時も受験の時は教えてたっていう経緯があるので、はいはい、そういうことはもうあのなんていうかいわゆる受験指導みたいなのは好きだったんですけど、うんうん、でその中で、まあ、大学でやっぱりそうするとじゃあ自分がその英語やっていく中でじゃあ文学か言語学かみたいな時に、はいはいはい、やっぱり文法とか、うん、その構文とかそういうことが興味があるなっていうことで大学院にまあ進んで、うん、でその大学院で語法とか文法とかそこら辺ですかね、うん、が一番、まあ、あの多分これ読んだら分かると思うんですけど、はいはい、まあ、もちろんこれ専門書じゃないので、はいはい、あえてここは書きませんみたいな省いたっていうところはあるんですけれども、ね、まあ、専門用語では言語学とかの用語ではこう言いますみたいな、こう言いますみたいなちょっとカッコでつけたりとかしたんですけど、はいはい、ただそのあの担当の方にも言われたのがその分裂文とか結構詳しいですよね。そうですね。あの、はい、イットのところです。そういうところを一応研究してた経緯もあるので、まあ、そういうところがちょっと詳しくなってるっていうのを感じた人は、うん、まあ、その通りです。受験だと強調構文って言われるんですね、うん、そうですね。クレフトセンテンスのとことか、はい、そうですね、焦点部とか書いてた時にちょっと解説があれ解説が詳しいっていうのは焦点部、あ、そうそうそう、焦点部、指定部とか書いてあったところにあられる、はいはいはい、それで大学の講師に、そうですね、はい、非常勤か常勤に、常勤ですね、はい、まあ、常勤になって10年ぐらい経ちました。常勤になって10年ぐらいですか、はいはい、28ぐらいの時に常勤になって、今の教輪大学っていうところで助教としてなって、はいはい、で今は准教授です。なるほど、はい、前は非常勤もあの慶応と中央大学とで、はい、中央大学は今もやってるんですけど、はいはい、やらせてもらっていて、それぞれのなんていうかレベルがあると思うんですけど、はいはい、が結構生きてるなっていう感じがして、あの問題そのものに関してはやっぱりその慶応とかで文学部だったので、うん、はい、まあ、難しいことやってもついてもらう人もいたので、そういうものが使われてる部分もあるんですけれども、うん、6回の本だけど、うん、結構こう元々は動画とか音声情報だったみたいなものが結構入ってて、はいはい、でそういうものって自分がその受験生の頃はやっぱり苦手だったというか、はいはい、あんまりこう、うん、リスニングとかやってなかったので、そういうのって結局その今の大学に行って単に文字情報だけじゃなくて、うん、こういうのと音声とか動画とか映画とかとも関係してるんだよっていうことを教えてあげた方がやっぱ学生さん興味持って聞けるっていうことで、そういうのかなり自分で過去10年は やったので、それが結構生きたかなっていう。確かにそうですね、映画とか入ってた、エマ・ワトソンのセリフを喋ってたこととか入ってますね、はい、だからそういうのが、はい、こんだけ入れられたのは、あの大学での10年の経験も生きてるっていうことですね。なるほど、じゃあですね、次の動画ではここのできるまでというか、はい、どういった感じなのかをちょっと聞いていきたいと思います。はい、本日はありがとうございます。はい。